皆さんこんにちは、津軽三味線指導山高山でございます。本日は津軽三味線の調弦動画ということでお送りいたします。初心者がよく使う調弦のみ挙げておきます。生活を豊かにする日本文化の習い事、津軽三味線四谷教室開講。土曜日曜は四谷で三味線。まずは津軽三味線でよく使う2上がり、 C、G、Cド、ソ、ドになります。後で説明する本調子から2の糸を上げるから2上がりと言います。津軽ジョンガラ節は全てこの調弦になります。津軽三味線は民謡の1ジャンルということで、尺八の管の長さから東日本では2尺の2上がり、そして西日本では長州弁の番号から4本の2上がりとも言います。全ての弦を半音ずつ上げると2上がり、 C シャープ、 G シャープ、 C シャープ、ドシャープ、ソシャープ、ドシャープ、1尺9寸、5本の2上がりになります。そして三味線の本来の調子ということで、本調子 C、F、C、ド、ファ、ド、三味線の本来の調子ということで本調子と呼びます。津軽おはら節、秋田民謡でよく使います。次は三下がり、こちらは三下がりという調弦です。本調子から三の糸を下げるから三下がりと言います。 C、F、B フラット、ド、ファ、シのフラット。津軽三下がりややさぶるおうしで使います。それでは新しい三味線を声優で。ちょっとちょっと、津軽三味線の普及発展をね、もっともっとしていきたいので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ワンポイントアドバイス更新していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。サークル始めました、メンバー募集します、よろしくお願いします。初心者に絶対津軽三味線教室指導、1000人に教えた講師が直接指導。新宿よあけぼの橋四谷、スカイプオンラインレッスン、予約キャンセル料無料。楽器を持っていなくても上達できる。詳しくはホームページで。